おはようございます。いつもおだらぶられたりありがとうございます。本日はですね、デニーズやってまいりました。もうタッチピーですね、デニーズも。デニーズはね、昔からデザートがすごいですよね。もうパンナコッタとかね、ティラミスとかね、火付け役でしたもんね。はい。グランドメニュー、うまそう。大盛りカットステーキ、いいっすね。やっぱメニュー豊富だよね、デニーズね。みたいな感じ。お疲れ様です。はい、クレモルです。ああ冷えてるね。いやです。あ、そうで、また花のアクション、インディジョーズのやつ。あ、でも終わったはずなのに。美味しい。フォークとかスプーンとか、足とか、買ってきてくださいみたいな。そうなんだね、やっぱね。寿司屋のあれから事件が忙しくて。そうね。あ、どうもありがとうございます。よし。やっぱりそこはシーファーで行きますかみたいな。お、できた。10日からできたね。もう今度行ってみようでしょ。歩いて。遠くない。石富より遠いってこと。西部駅より遠い。ああ、そこ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 。取りまーす。うん。いやー、これ進んじゃうね。何ステーキですか。取りまーす。あっか。うん。やっぱ自信なんとね、野菜挟まないと無理なんですよ、もう。まだ動くの？何がしらすんの？ただ、結局やっぱ生っぽいんだけど。よし。うまみだね。やっぱ釜揚げでしょ。うん。釜揚げもうまいけどね。でも生しらすの新鮮なやつうまいよね。もうなんか、ちょっと時間経つと、逃げえなみたいなさ。あとさ、結構、スーパーで売ってるの、すんげーちっちゃいのとか、それなりにちょっと、とかあるある。取れる取れないわかんない。ノミヤのあそこぐらいしか高くてないでしょ今。ね、頼んで、そうそう。すごい高いよね、15万ぐらいですよ。そうだから15人集めて1人1万で、うん、だから20人集めて1人5000円でみたいな。40人集めれば2500円みたいな。ただ20人で網引くのきついよね。50人ぐらい集めればね。ちょっと網引くのきつい。あ、ソースあるじゃん。エビフリアーディです。出てて、あ、中濃？中濃的な？何でもちょっとすごい。スタッフという色が濃い。
デミソースなんじゃない？どこのメーカーでもちょっと見たことある、うん、見たことある。確かにレストランソース、うん、うん、タルタルついてるんだよね。タルタル好きなんだよね基本だね。ムタルタでこっちのもんだぞみたいなね。いただきます。おいしい。最高。何杯目？5杯目ぐらいってのか。すいません、飲み屋じゃないんで、すいませんけど、いただきます。うん、でも入れるけど、俺もちょっとハイボールです。塩が足らない。ないの、うん、あ、生地も頼んでもらっていいですか。うん、うん、ありがとうございます。うん、ファミレスが飲み屋特化してます。え、これ何ハンバーグですか。デミグラスチーズハンバーグ的な。デミ煮込み、煮込みハンバーグでーチーズトッピング、チーズなんかねえのつってた。おお、ありがとうございます。もう生中何倍いるか分かりません。すいません、いきます。あ、ダメ、チーズでお待ちください。すっげえ熱い、やばい、やば熱です。ポテチです。うん、幸せだな。なんだっけ、なんかテレビ見たら、うん、猫舌、猫舌、猫舌、うん、結局は不器用だって言った。俺、それ俺じゃんねみたいな。だから暑さ感じるんだから、舌先が熱くて、だから奥に持っていけばいいのに、それができないっていうのは、うん、できないっていうか、だって舌全部熱いじゃん、こんなの食ったらね。だって俺不器用じゃないな。奥持ってても熱いよ。うん、どういうことみたいな。何たらこ、全然ない。そうだね、了解です。熱いよね、すごい熱い。俺それテレビ見てる。いや、それは関係ないと思った。俺もうん、関係ないよね。うん、猫舌スープ不器用、関係ない。うん、じゃがいもも熱い。口の中で同じところに豆腐にあったら熱い。何、奥に持っていけばいいとかさ、うん、なんかテレビでやってたんだよ。これはありえない。いや、違うですよ。うん、なんか違うの。どうす、猫舌代表ってそんな全然違うの。いや、それすら猫舌じゃないから。ああ、そうだね。いくらでも言えで。うん。猫舌の人間にはそんなことねえよ。だよね。ぐるぐる回したってあっちへね、あっちへんだよ。うん。もしよか、デイズは飲み屋とかしてます。やはり鈍感なんじゃないで言いたくなるんだね。うん、だよね。うん。ああ、おいしい。うち、やっぱり、おでんの時はもう米出なかったもん。それでおでんだけ出て、それただ食ってて、で最後米食べるって言われて、食べる人間は米食って、でそうするとだからおしんことかなんかこういうのされてみたいな。お母さん優しいよね。出ますよ。おでんって、おでんと一緒に米はやっぱ出ない、出なかった。うん、鍋の時も出たけどね。鍋の時も米出ないで。うんうん、とりあえず鍋だけ食って、これうまいね、煮込みハンバーグってね。はい、どうしました。腹ダメっす、着きます。行くのかい次。うん、いや、飲み屋じゃないから、ファミレスです。略して LR、 あ、違う違う、 FR。 はい、ということでデニーズ終わって、松屋さん行きたいと思います。トイレ、あ、待て、食券です。あれ、店内スペシャル中銀だよな。なんてなんて言ってるの、定食になるのかな。ブラウンソースエッグハンバーグ定食。あれ、デミグラスじゃなくなったんだね。うん、
ね、そう定食単品ないの、単品ないの、いや定食で、え、どう違うんだっけ、卵乗っかってんか乗っかってないか、あ、じゃあもう検索してください、え、なんかすごいんじゃん、ライス小盛り、小盛りこれいらないか、検索してください、え、これでいいの、え、豚汁、まあいいか、まあ、めんどくさいよね、置いとくか、え、どんだけ洗濯させるんですかみたいな、もう洗っちゃうから洗濯機入れてみたいな、じゃあ俺なんか生姜焼き、みんな飯ずつやってんのかね、あ、あったよでしょ、まあいいか、別に食えるから、いや、 いや、 いや、 やり直し、カレーも食いたいよね、でもね、おビール入って、あ、でも俺それで全然いいよ、飯もサラダも食えるしみたいな、とおかず、さっきどうやって言ったんだっけ、これ全てやり直しって感じなの、じゃんじゃじゃん、ウィルでスープドライリース、居酒屋じゃないのよ松屋は、はっはーです、あとすいません、すいません申し訳ないです、いや、もう花粉で目が痛っかゆい、お疲れ様でした、よし、プレボルの後のスーパードライいいかもしれないね、よし、うん、切れてるねやっぱね、切れてない、切れてない、プレモルは結構なんか甘口だから、ここでスッパって場合だね、切れてるね、よし、うん、あ、美味しい、牛タレ目玉焼きバーギーいきました、トゥル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 あれ頼むのがこんだけだっけ、うん、了解です、飯ないの、ない、ない、寂しいね、痩せてきたんだから太っちゃいけないから飯なんか食わなくていいんだよ、そう、やっぱちゃんと食べて痩せるみたいな、いただきます、うん、おいしい、サラ牛です、味変わった、案外店舗によって味違ったりするんだよね、醤油辛い、あ、マジで、うん、いただきます、うん、おいしいよ、はい、じゃあどうぞ、そうそう、ハラピンです、あります、ルール、うん、書いてます、国道1号線ですね、うん、よく動画をでいい、うん、それやります、はい。